はい、それではちょっと早いんですけども、森本裕吾さんですね、キューバの DIY 的実践から技術の政治哲学を考えるを発表していただこうと思います。司会は私、水越大臣で行います。よろしくお願いいたします。では森本さん、準備よろしいでしょうか。はい。よろしくお願いします。お願いします。それでは画面共有をしたいと思います。はい。じゃあ、森本さん、すいません。今回の発表の、どういうふうな形で、進められますか？そうですね。このスライドをお示しして、最初に30分くらいお話しして、それから、いろいろご意見とかご質問いただければなというふうに思ってるんですけども、どうでしょうか。はい。わかりました。じゃあ、それで進めさせていただきます。お願いいたします。よでは、よろしくお願いします。ろしくお願いします。では、これで今、全画面に映ってる感じでしょうか。はい、そうですね。僕の画面からは、全画面で見えてるんですが、ありがとうございます。どなたか、見えにくいとか、あるいは、見えないっていう方はいらっしゃいますか？特にないようですので、そしたら、はい。では、お願いします。お願いします。では、キューバの DIY 的実践から技術の政治哲学を考えると題して、発表を始めさせていただきたいと思います。今回の発表の流れとしましては、まずこの、今回注目したい DIY 的実践の実例を少しまず見てから、その実践が生じた歴史的背景についても軽く触れたいと思います。で、その後は、すぐにもう、すいません。本日の資料の PDF など共有いただけたらということで、では、このパワーポイントのファイルをちょっとチャットに送ろうかなというふうに思います。ちょっとお待ちいただければと思います。アブストラクトについては公式のページにアップしてあるのがあれかなと思うんですけども。そうですね。自分もまだ、これはなかなか見てもおそらく何のことかわからないような感じになっているかと思うので、少々お待ちいただいて。これで今送られているかなと思います。はい。では、続けていきたいと思います。で、その実践をどのように分析するかということで、3つほどその視点があるので、ちょっとそれを急いで見ていきたいかなというふうに思います。で、まず一つ目は、物のオーサーシップという、人類学方面からされている比較的最近の議論になります。で、二つ目の、適正技術、代替技術、中間技術というのは、これは大体同じような意味で用いられた言葉になるんですけども、これが、1970年代の英米圏を中心に盛り上がった、技術のあり方をめぐる議論というのがありますので、それもかなり信用性が高いのではないかということで紹介します。で、三つ目のこの技術の政治哲学というのが、アメリカの、科学思想などをその考察していたラングドン・ウィナーという学者が提唱した言葉になるんですけども、この今回の発表のタイトルにつけている技術の政治哲学というのもそこからもらってきたものという感じになっています。ということで、このような論点を一通り見た後に、このキューバの事例がどれほどのその広がりを持って疑問を投げかけているのかということと、それをどういうふうに考えて、調査していったらいいかというような今後の課題についても、まとめ代わりに、お話しできればと思います。
では早速、ちょっと、実例から見ていただきたいと思います。見慣れないものっていうふうにつけたんですけども、これは一体何だろうっていうふうに、まず見た瞬間に思うかと思います。実はこれはそのアルミのお盆で作られたテレビのアンテナです。で、これでそのテレビを受信して、見るわけなんですけども、こんな観葉植物を支柱代わりにしてお盆をつけてみたり、右側の方は空き缶とかも見えますね。この空き缶とワイヤーといろいろ張り巡らせて受信するようにできてるんですけども、なぜこのようなものが作られたのかということがまず疑問として出てくるかと思います。ちなみにこれは、この写真の下に書いてるハバナ、グアナボというのは地名になります。両方ともハバナのすぐ近く、キューバの首都のすぐ近くになります。そもそもこのカリブの、地域にある島国であるキューバ共和国というのは、1959年のキューバ革命で新政権が樹立されました。その直後から、当初は、社会主義というのはそのすぐには言い始めてなかったんですけども、比較的直後からもすぐに、そっちの路線を走り始めたことによって、アメリカとはその敵対することになってしまいました。この地図のすぐ上にはもうマイアミがありまして、アメリカはもう本当に目と鼻が先という感じなんですけども、今、有名なミサイル危機のようにかなり対立が歴史的にあります。で、そのような対立の中で、キューバを支援していたのはソ連などの主に東側陣営だったんですけども、1990年代に入ると、ご存知の通り、東欧革命なども相次いで起き、そして、ソ連崩壊という、その最終的に社会主義経済圏そのものが壊滅的状況に見舞われるということになってしまいました。このような状況下で、キューバ政府は、平和時の特別機関というものを発表しました。これはそのある種の非常事態宣言みたいなもので、もともと配給制を敷いている国ではあったんですけども、その配給をさらに切り詰めるというようなことが起こりました。このような状況下で従来は輸入に頼っていたものも、次々欠乏状態が広がっていくということになりました。結果的にその、生活必需品を含む様々な日用品も、どんどん不足し、そして家具なども、あまり入ってこないので、直し直し使うということを強いられるようになっていきました。で、その中には機械類も含まれていまして、今までは、手を加えなくてもよかったような領域にまで、メスを入れて、機械を分解したりだとか、部品を調達したりだとかということを繰り返して、修理に必要な交換部品の調達なども、すでに国内に存在しているものの範囲内で融通するということが盛んになりました。ということで、さらに実例を見ていきたいと思います。これは写真、まず左側に写っているのがソ連製の洗濯機になります。で、右側に写っているものがその改造品です。この59というのはもともとこれ本から引っ張ってきたので、本の図表の、わかりやすくする上で番号が振ってあるということになります。で、左側を見るとわかると思うんですけども、本来はこの洗濯機は2層式です。片方で洗濯をして、もう片方で、脱水するということになります。ところが、この洗濯機自体はソ連製なんですけども、これが亜熱帯のキューバに持ち込まれた時には、その機械式の乾燥というのが、キューバ特有の気候条件ゆえに、必ずしも必要ではなくなりました。で、そこで何が起こったかというと、もう洗濯機を真っ二つにしてしまおうということになりました。で、乾燥用の層を捨ててもいいということになり、
それがこの物不足の中では、部品を調達するということに重要な役割を果たしました。つまりこの乾燥槽に使われていたモーターを転用して、例えば芝刈り機であるとか、鍵を削る、まあ、合鍵を作る機械であったりとか、それから野菜、まあ、それからココナッツなどを、切るようなカッターを作る、それから扇風機の動力源にするなどの様々な用途がこのモーターから、派生したということが、この参考文献に後で出すんですけども、2017年に出ている、記事にも書かれています。ここからはもう早速実例から少し離れて理論的な関心のお話をしたいと思うんですけども、まあ、少し、まあ、この土着的な物質文化というのをちょっと触れ忘れていました。このような実践というのは、その本来その洗濯機が作られた地域の気候条件などが配慮して設計方針に反映されているものを現地に合わせて作り変えたとも言えると思います。その一方では部品を調達しなければいけないであるとか、壊れた部分を切り落とすっていうような、まあ、実際上の必要に駆られた行為でもあるといえばあるんですけども、それがこの現地の気候であるとか、その気候に対応した生活様式にフィットするように作り変えられたという意味では、土着的な物質文化が形成されたというふうに言えるかと思います。あ、そう、ちょっと、まあ、ちなみにになるんですが、このように、ソロ・クリスト・サルバというふうに、まあ、キリストのみが救うと書かれてるんですけども、洗濯機にそんな、信仰告白みたいなことを、まあ、書くのかなっていうのは、ちょっと、これもまあ、なかなか、先進国の洗濯機ユーザーには、まあ、馴染みのないような形で、洗濯機を独自に、こう、改造されているということを示す一つの、ちょっとした、まあ、刻印かなというふうに思います。ここからちょっと理論的な、関心になるんですけども、2012年に出ている野生のエンジニアリングという本がありまして、こちらの中から、かなりいろいろな論点が含まれているんですけども、大事ではないかなと思うもののアイデンティティ、それからもののオーサーシップという概念を紹介したいと思います。この本の著者の森田敦郎さんというのは、人間科学部の方で人類学の教授でいらっしゃいます、森田先生です。この森田先生の本では、タイでフィールドワークを、されていて、そこで、人と物との関係っていうものが、どういうふうに展開されているのかっていうのを考察して、人類学の観点から技術に光を当ててみようということで、その従来の人類学の中では、技術というのはその科学の応用というふうに見られて、その科学というのは自然の法則を取り出してきたもの、それを発展させたものになるので、それは自然の側に属するんではないかという視点が、ありました。この本では、そうした技術を科学の派生物というふうに見なすゆえに、科学は自然から来ているので、じゃつまり技術も自然から来るんではないかというような、その見方に、見方とは違う見方を提供しようというふうな、そういうポテンシャルで書かれた本になります。つまりその技術というのは、そのどこの世界に持っていっても、まあ、どこの国に持っていっても、同じように、こう普遍的に存在する自然の原理に則って動くというようなものではなくて、技術というのはそれぞれの場所でそれぞれの人と関わりながら、
もはやその文化と混然一体となったような形で、現れるっていうような議論になります。で、その具体例として、タイの町工場で独自に改造されていく農業機械の例が取り上げられています。そこで何が起こっているかと言いますと、その輸入された、トラクターであるとか、収穫機、田植え機などの機械が修理やメンテナンスを通じて絶え間ない変化を被るということが起こっていました。で、これによって、機械の同一性が拡散しているというふうに森田先生は論じています。で、この機械の同一性というのはどういうことかというと、ここがかなり議論の面白いところかなと思うんですけども、動作の同一性、それから構成上の同一性という二つの水準を導入して分析されます。まず動作の同一性とはどういうことかというと、その機械が同じ動作を続けるという意味で同じ機械であるということです。で、その一方、構成上の同一性というのは、ある機械が元々と同じパーツで作られているかどうか、それが同じように組み立てられているかどうかというような、まあ、水準になります。このような水準を導入することによって、この本の中で、タイの農業機械の変化について、次のような説明が与えられます。つまり、タイにおける農業機械は、田植えなら田植え、それから稲刈りなら稲刈りというような同じ動作を続けられるように、タイのその気候条件に合わせて修理、改造が行われたり、経年劣化によってもう動かなくなった時に、正規の部品や正規の修理工場を得ることなく、町工場で独自に部品を、加工して作り出してしまったり、他のところから部品を、他の農業機械から部品を流用したりということで、次々に構成が変わっていくということによって、構成上の同一性が脅かされるということになっていきます。その結果何が起こるかということについて、さらに深い示唆がありまして、それが、オーサーシップが変容するということになります。このオーサーシップという概念についてもう少し詳しく次のスライドで説明したいと思います。この森田先生の本の中での議論はいろいろとあるんですけども、まず機械や物にオーサーシップがあるというようなことを、これまでのその科学技術社会論での議論や人類学の議論から、導き出します。ちょっとここに長めになりますが、引用して、ご紹介したいと思います。物を生み出した人々の能力や関係が物の中に包含されること。これによって物とそれを生み出したとされる人々が結びつけられることを、本書ではオーサーシップと呼ぼうということで、その何かの機械が、きちんと動作するというときに、その機械を生み出した人が、そういう設計をする能力があったっていうふうにみなされたりであるとか、で、それに携わった開発者たちの努力がそこに結実しているというような認識とともに、その機械が受け止められると同時に、その機械の多さというものも想定されるというような、そういう話になります。で、ここでは機械はその製造者と密接に結びつけられた、いわばアイデンティティを持つということで、そのメーカーと機械が親子的な関係を持ちながら、アイデンティティを保つということになります。さらにユーザーがこうした機械を勝手に修理したり改造したりしてしまえば、メーカーと製品を結びつける絆は断たれるか弱められてしまう。先進国に張り巡らされたメンテナンス網は、メーカーが機械の経年劣化を防ぐことでそのアイデンティティを維持する仕組みなのである。ということで、多くの場合先進国では、製品が壊れたら修理に出すというのが、まあ当たり前ではないかと思うんですけども、まあそれが、まああるメーカーの車ならそのあるメーカーが、そしてあるテレビのメーカーであればそのメーカーが常にその製品のアイデンティティを保ちながら、
オーサーシップを行使するというような、営みに他ならないということになります。このような、観点から言うと、先ほどのように、組み替えて、オーサーシップを解体してしまうということは、そのメーカーから、オーサーシップが、人々へと移動していくと同時に、その実際のこの農業機械を改造する場面では、たくさんの人が関わるので、例えば田んぼの持ち主であるとか、町工場の技術者であるとか、いろいろな人々が関わって動作テストをやったりなどするので、そうした機械に携わった人に幅広く、その成果物としての機械の改造品のオーサーシップというものが分配され拡散されるような形になるというような議論です。これをキューバの事例にも ちょっと当てはめてみるとどうだろうというふうに考えてみると、これはある扇風機、もうこれは、ブラケットをつけないといけないような扇風機の例になっているかなと思います。で、まずこれの動作の同一性というのは、羽を回転させて風を送るという点で、確かに扇風機の動作の同一性を保っています。ところが構成上の同一性は、もはや原型をとどめない形になっています。電話機はもう台座として使われ、そして支柱は何かを持ってきたようですけども、で、羽はレコードでできています。で、それぞれが、電話機は電話機としての動作を行っていません。そしてレコードも、レコードとしての、その用をなさないような状態になっています。で、ただし、この電話機の重さであったり、この安定感、座りのいい形というのは大事で、それからレコードが均等な円形になっていて、回転するように設計されているという、もの自体の性質としてはとても重要で、だからこそこれが扇風機として成り立つというふうになっています。このような意味でですね、考えると、電話機なら電話機、レコードならレコードというものに埋め込まれた、これをこのように使うものだというようなコードを読み替えて、勝手にその本来の意図を超えて、新しい意味をここに付与しているというような、説明が可能かなというふうに思います。で、ここまでは技術と文化というのが、それほどその切り分けられるものではないというか、混然一体となっているという、論点につながるかなというふうに思うんですが、これからは同じような、ことは技術と政治に関しても言えるんではないかというお話を紹介します。で、そうした技術の政治性であるとか、その政治と技術の関わりというものに関する議論は、適正技術運動というところから相当出てきているので、これを紹介したいと思います。適正技術というのは、先ほども冒頭で申し上げたんですけども、70年代頃に英米機を中心として先進国や国際機関で議論されました。で、これは文脈によっていろいろな言い方をされていることがあるんですけども、でその使う言葉によって微妙にちょっと意味の力点も違うといえば違うんですけども、代替技術や中間技術と呼ばれることもあります。ちなみにこの代替技術オルタナティブテクノロジーなんですけども、適正の場合はアプロプリエイトテクノロジーなので、どちらも AT ということになりますので、ちょっと、この発表では AT というふうに、言おうかなと。AT もしくは適正技術というふうに呼びたいなというふうに思います。で、この AT の背景には、当時先進技術によるいろいろな問題が、生じていたということで、テクノロジー不振の風潮がありました。で、右側に挙げているこの本は、この AT に関する本の中でも重要とみなされている、デイビッド・ディクソンの、オルタナティブ・テクノロジーってそのままのタイトルなんですけども、で、And the Politics of Technical Change ということで、その大まかな議論としては、やはりその技術変革にはその政治的な変革が伴わなければならないというような大まかな方向性になるんですけども、その
リクソンが言うことには、AT 以前のテクノロジー系の議論というのは、どうしてこのような先進技術による問題が起こるのかということに関する説明で、利用乱用モデルというふうな説明の仕方をすると言っています。つまり、問題の根源はテクノロジーの使用方法にあるのであって、利用すれば良くなるし、乱用すれば悪くなるというようなことで、テクノロジーそれ自体の性質には大して問題はないんだという考え方だったと言います。なので、技術を悪用するから悪くなるであるとか、経済的、政治的過程の、偶然の副作用として何か困ったことが起きるという説明が、それまでは、よくされていたとディクソンは言います。ところが、AT の示唆というのは、テクノロジーに関連した問題はその使用方法に由来すると同時に、テクノロジーの性質自体からも来ているというふうに、その技術自体の性質が特定の政治的な傾向と極めて親和性が高いであるとか、ある種の技術はもう、その性質から言って非常に手に負えないようなものになるかもしれないというような技術そのものに対する、検討もした方がいいのではないかというような示唆を提供します。ということで、この適正技術 AT が目指す方向性としては、現代技術に関する、それの技術的な側面からの問題も検討しつつ、その代替となるべき技術とはどういうものなのか、そしてそれを可能にするようなテクノロジー変革というのはどういう方向性でやるのが良いのかというのも、ことを模索するという特徴を持ちます。ここでは、先ほどのテクノロジーの使い方の問題なんだという議論は、取らないんですけども、さらにテクノロジーが全て決定するというような議論も退けます。つまりテクノロジーは、自律的にこう進化して、社会はそれに振り回されるというようなことも、否定されます。むしろ、テクノロジーがいかなる状況においても政治的で中立である。そして権力と支配という問題に関しては、全く受け身的な役割しか果たさないというような解釈が、そもそもイデオロギーだというふうにディクソンは批判します。つまり、そのテクノロジーはどんな時でも政治的中立だということは、ある意味そういうふうに現実を捉えようと無理にこう歪曲しているんだというふうな見方になります。この工業化のイデオロギーという言葉はかなりこの本の中でも中心的なテーマになっていまして、先進国における技術史の語り、ここにはその工業化して近代化してというような語りでストーリーが設定されるという意味で、工業化のイデオロギーが常に潜んでいるということなんですけども、それが途上国の技術開発にまで及んでいるということも指摘されています。このあたりから、少し先ほどのキューバやタイもう少し関わってくるかなというふうに思うんですけども、適正技術運動というのは、その先進国のみならず、その先進国から途上国に技術を移転するときに、どういうふうな技術を移転したらいいのかというような議論にも関わってきます。つまり、途上国を技術でより良くしようというような議論が起こったときに、近代化するのがいい。そのためには工業化するのがいい。そして、そうすれば進歩できるといった概念が、ほぼ、もう、同じ意味のように、扱われて、押し付けられていったんじゃないかという指摘になります。このあたりはもう先ほどお話のした通りになり、結構お時間も押してきたので、急ごうかなと思うんですけども、その技術の政治的中立性というのには限界があるというような指摘になります。で、進歩、進化といった現実認識の方法は、ここではイデオロギーという言葉を使っているんですが、それはその、大きく言って資本主義、社会主義というようなイデオロギー、対極的なカテゴリーを超えて共通しているものでもあります。なので、そうしたその、現実認識の方法があらかじめこうあるがゆえに、これは純粋に技術的な
選択なんだって言われているようなものでも、実は、技術的にはできるにもかかわらず選ばれなかった選択肢などがあったのではないか、見えない前提が課されていたのではないかというような疑問が出てくることになります。で、このように、技術の政治性ということに関しては、適正技術の方からたくさん、議論が出てきているんですけれども、ここでは逆にそれが、裏書きといいますか、逆に技術に、ものすごく政治性が込められている場面がキューバで見られたよということを、紹介したいと思います。DIY アイデア集というのを、キューバ革命軍が編纂しています。これは人々がこの危機の中で、この特別機関という、経済危機の中で実際に適用していた解決策を集めた、アイデア集です。これは確か1992年に公刊されたものになります。で、テーマは幅広く、食料調達みたいなところから家庭の医学、家具、それから衣服、車の修理などにも及び、自衛というような、ページまであるぐらい、本当に幅広い領域の技術的アドバイスが展開されているんですけども、この本の序文には、そうした一連の実践が、ほぼ直接的に政治的文脈に結びつけられている。そしてそれが体現しているとされる価値を商用する表現が見られます。これもちょっと今読むにはお時間使いすぎてかもしれないんですけども、この本のタイトルがそもそも我々自身の努力でというふうに与えられていまして、で、そのキューバ国民の闘争の精神、抵抗の能力、何々というふうに非常に、ある意味精神的なものに接続され、そして途中のこの中略のところでは、これまでの革命の歴史が振り返られ、そして、この技術実践は、この度さらに降りかかっている、困難に抗うものであって、そして、その生活に新しい意味を吹き込むようなものなんだというふうに言っています。二重の封鎖、つまりそのアメリカからの、金融に加えて、ソ連からの援助の途絶というふうな、二重の困難に対して、その乗り越える、困難と障害、そして守るべき価値観というようなことで、そのキューバ独自のやり方でもってこれに対抗するというようなことを非常に強調して、キューバの政治、経済、科学、技術、組織的な能力でもって、人類のための最善を望む全ての人々に、それを見せてあげましょうというような、非常にこう勇ましいことが書かれています。というような形で、非常にこのキューバの実践というのは、キューバ政府側としては、政治的な意味をものすごく込めていて、この技術的な実践というのが、ある意味、このキューバという、場所の独自性というのも考えなければいけないのかなと思うんですけども、あらゆることがその政治的な文脈に統合されるという、政府機関が交換した観光物なので、そういう傾向はあるとは思うんですけども、先ほど言われていたような技術の政治性というものに関して、これはもう逆にその政治性を覆い隠すどころか、ものすごくこう誇張しつつ表現したようなものになるかなというふうに思います。一方でこの技術の政治、哲学という、やっとこれで発表のタイトルにたどり着いたという感じなんですけども、この技術の政治哲学という方面からは適正技術批判も行われています。この技術の政治哲学という言葉を使ったのが、クジラと原子炉、
この本を表したラングドン・ウィナーという学者なんですけども、この本の中でも特に有名な議論というのは人工物に政治はあるかという章になります。で、この論文はもともと絵の別のところで発表されたのがこの本にも収められたということで、かなり科学技術社会論では有名な文章なんですけども、技術というのはその、政治というと、人間のするもので、鉄やコンクリートの塊が政治をするはずがないというふうなのは非常に素朴に思われるかと思うんですけども、ところが技術もまた特定の形を持った力と権威を生み出す傾向を持つという議論をした人です。このウィナーの指摘の中でも重要なのが、言語の政治学という観点になります。例えば、技術に対して何か政治的決定を下さなければならないというときに、様々な議論が行われるわけなんですけども、その際に自然というものが持ち出されて、自然を大切にするためにこのような技術選択をというふうな議論をされたり、リスクというのを持ち出して、リスクを最小限にするためにこのような決定をと言われたり、価値、おそらくこれは、というよりこれは価値観の問題なんですけども、これは各々の価値観があり、この価値観に適合するためにというような、いろいろな言葉の用いられ方を検討して、用語の用い方によって議論の領域が逆に制限されるということを、指摘し、警鐘を鳴らしています。その中で、適正技術というのもやり玉に挙げられていまして、何に対しての適正なのかという問いに答えなければ、適正技術の概念に意味はないというふうに言っています。つまり、それが意味を持つためには、支配的な文化的規範に変えて、新しい文化的規範を提唱すべき、提案すべきなんだというふうにウィナーは見ています。つまり、その、そうですね、ちょっと、技術だけをを作っても社会に適合されるとは限らないっていう、そういう議論にもつながるんですけども、その新しい文化的規範がなければ、そもそも適正技術というものも、作り得ないんではないかっていうふうに見ています。で、このようなウィナーの、議論の、出発点というか、根幹にあるのは、ウィナーの技術観といいますか、技術というものをある意味その現実を再構成するような手段として捉えている、現実認識の手段として捉えているという見方があります。ウィナーから引用しますと、技術は単に人間を助けるものであるだけでなく、人間の活動という意味を再構成するように作用する強い力でもあるということになります。こちらはちょっともう、技術、違いますね。言語の政治学の説明になるので、もう、早めに行こうかなと思うんですけども、例えばその、用語の選択で議論が制限されるということの例は、その環境的に好ましい技術なので政策に反映させたいと思っている論者がいたとして、その人が技術的な効率、あるいは経済的な利点というものだけを強調して議論しようとする。つまり環境に優しい技術を採用した方が、よりたくさんの生産が確保できたり、長い目で見ると結果的に利益が出る、より多くの利益が出るというようなことで、議論を乗り切ろうとすることの危険性を、があると言っています。ちょっとこちらもまた、お配りした資料でぜひお読みいただければというふうには思います。その効率というようなものを言って、うまくやり寄せたとしても、結果的に効率という論点で勝ち取った勝利には、ある人間的な目的でそれを、お勧めしてたということが、もう語れなくなってしまうというようなことで、危ない手なんだよというようなことを言っています。このような、批判を受けてみると、キューバの事例をどのように語るのかということも非常に大きな問題になるのではないかというふうに、
考えられるかと思います。例えば、適正技術運動の方からは、社会変革を伴うテクノロジーが大事なんだということで、それをディクソンはユートピアテクノロジーというふうに語って、大まかな、姿を描いていたんですけども、そうですね。例えば、中央集権的なものではなくて、民主的で分散されたテクノロジーのあり方であるとか、阻害された労働ではなくて、人間本来の労働ができるような技術だとか、そういう、理想的なユートピアテクノロジーというものを、思い描いていたのが、あるんですけども、キューバの事例は、それを現実的にやろうとすると、こういうことになる。少なくとも、こういうふうになら実現できるっていうふうな例として見られるのか。それともそうではないのかっていうようなことであったり、ウィナーすいがません。して、すいません。ごめんなさ長い。いですかね、かなり。はい。2分くらいでまとめていただあ、わけれかりば。ました。すいません。ちょっと、そうですね。詰め込みすぎてますね。ちょっと、そうですね。わかりました。はい、すいません。はい。そうですね。結構長くなってますね。そうですね。このようなところで、結構、もう論点は出尽くしたとは思います。ということで、そうですね。これどう語るかっていうのは難しい問題だなっていうようなことにはなります。それから、そうですね。最後に、では、このキューバの DIY 的実践というので、これまで出してきた写真とかを、じゃあ誰が撮影したのかということなんですけども、キューバ人デザイナーのエルネスト・オローザという人が撮影したり、実物を収集したりしていて、この方の仕事によるところは非常に大きいです。で、そのオローザさんの言うことには、このような実践というのは技術的不服従の側面があると言っています。で、そうですね。技術的不服従というのは、現代の製品に付随する権威を無視してその上を行ってしまう。それを分解して、再構築してしまうというところにあるというようなことで、その技術的不服従って言っているのは、どういうふうに不服従しているのか。物の権威っていうのは、これキューバで問題化したということは、他のところでも問題化するのか、先進国でもあり得るのかっていうようなことも、問いになって、これは、現代の先進国に生きている人たちにも跳ね返ってくるような問いになるんじゃないかというふうに思っています。今はその同じような実践というのはどんな国や地域でも起こるのか、それか、キューバ独自のものがあるとしたらそれは何なのか、というのも非常に大事なので、こうしたその他の場所にも、当てはまるような普遍的なことと同時に、その土地で、行われている独自の実践としての側面にも注目したいなというふうに思っています。ということで、この実践から技術をめぐる様々な概念が見直されていくのではないかというふうに思っています。では、すいません。長くなったんですけども、これで、発表を、終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すみません。そしたら、あと20分ぐらいなんですけど、質問のある方は、Zoom の挙手機能を使っていただいて、発言をされるか、もしくはチャットに書き込んで、質疑をされてください。お願いします。はい、それでは、西条さんお願いします。はい、西条です。まずご発表どうもありがとうございました。すごく面白く聞かせてもらいました。ですね、質問というかちょっと確認したいんですけれども、発表中に紹介していただいた、これ実際にキューバで作成された、例えば改造したテレビの、作ったテレビのアンテナとか洗濯機とか出てきたんですけども、これって
行ってみたら個人で行ってみ、個人的に作ってるのか、これってそれとも例えば売られてたりするんですかね。あ、そうですね。これは、両方というか、はい。まあ、この愚差しの、書いてる範囲内で見てみると、まあ、基本はその各家庭で行われていたりとか、まあ、特別その詳しい、専門職をやってる人のお家でやってもらったりするっていうこともあるんですけども、中には商品化されたものもあるようです。なるほど。はい。多分それはこの特定の社会状況を考えると、かなりあの割とその得意な人が請け負ったり、あ、は言っい。てみたら手近に買える形で、例えばマーケットが形成されるって、まあ自然だなと思うんですけど、多分その時おそらくすごく問題になるのって、例えば知財問題だと思うんですよ。はい。ああ、はい。特許とか。まあ、その改造して販売勝手にするとか、多分基本的にどこのメーカーもダメじゃないですか、やっぱり。なので、その時に行ってみたら、その資源的な意味とか技術へのアクセスっていう意味で、行ってみたらフェアじゃない状況に置かれている人たちが、そういう、なんていうんですかね、法的な、正当な手続きを経ないがゆえに、行ってみたら責められたり罰せられたりするのって、やっぱりすごいアンフェアな感じがするんですよね。こういう問題って、例えばなんか論じられたりするんでしょうか。あ、そうですね。それも、重要な、はい、ありがとうございます。重要な点だと思っていて。かなりこの、DIY のアイデア自体は、家から家へと伝達されるような性格を持っていたようで、それを隣の人が真似するというようなことは、まあ、こういうものに関しては、なんて言いますか。まあ、部品を勝手に持ってきて作るっていうような形なので、こういうものに関してあまり、誰が開発したっていうようなことはあまり言われないで、レシピみたいなものが、口伝えで伝達されて、どんどん広がっていったりとか、先ほどのアイデア集みたいな形で、政府はそれを吸い上げて、分配したりっていうようなことで、まあ、ある点ではこれが、かなりクリエイティブコモンズみたいな感じになっていたというのはあるようなんですけども、まあ、そうですね。それに、まあ、では政府がそれを全部認めてたかというと意外とそうでもなくて、有害だとか危ないとか、そういう理由でやめなさいというようなことが言われたこともあるという記述がありまして、なのでそれが本当に危ないとか有害だからっていう理由だったのかっていうのは、それは見てみる価値があるんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。いや、ちょっとね、多分私の質問の意図が、説明がちょっと良くなかったんですけども、実際の問題ってもちろん、その実際にアイデアを作り出した人たちの、知的財産が守られなきゃいけないっていう面ももちろんあるんですが、もう一つは、既存のメーカー品の壊れて、はい、ジャンク品とかがまあ流れてきたりするわけじゃないですか。なので、例えば、行ってみたら、キューバだったら、例えばアメリカだったりの、まあ、お金ものある大、あの企業が作っていたものを勝手にお前ら改造して何やってるんだよっていう、まず資本のあるところの企業から行ってみたら、勝手にそれが流通、改造品が流通してるってことに対して、責めを受けられたりしないんだろう、そういうリスクあ、ないんだそろううでかってすことね。ですね。はい。どうなんでしょうかね。さあ、ありがとうございます。それに関しては、そうですね。もう少しそれをフォローしてみないといけないなというふうに思いました。ありがとうございます。いえいえいえ、ありはい。がとうごかざいなます。り、まあそうですね。アメ車は有名ですけども、はい。あれは黙認されているのか、なるまあ、もう実際、そうですね。国交を回復してから、どういう扱いになっているのか、はい。そちらはぜひフォローしてみたいと思いりまがす。とうございます。すみません、なんか直接その本筋とちょっとずれた話でまあ、した。ありありががとうとうごござざいいまます。した。はい、ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか？いや、ごめんなさい。僕から質問させていただいてもよろしいですか？はい、お願いします。僕はすごいめちゃくちゃ面白い発表だなっていうふうに思ったんですけど、気になるところが2つあって、オーサーシップっていうのが、これは確認なんですけど、これが物に含まれる人々の能力とか関係っていうふうに、
書かれては、いるんですけど、例えば、工業製品だったら、それは、何なんですかね、そういうのって、あるいは、例えば、ここの部品はどこどこが作ってとか、で、それによって、例えば、どこどこのところの製品は、まあ、長持ちしてよくてっていう、とか、そこから、まあ、なんか製品から、こう、メーカーだったりとか制作者に対するこう評価だったりとかそういうところにつながってくるのがこうオーサーシップなのかなっていうのはちょっと思ったんですけど、僕の理解はそれであって。そうですね。おおむね、そのようなところかなって、思います。そうですね。ものがいいので、その作者の評判みたいなものにつながって、その作者からその、なんていうんですかね。その作者から権威みたいなものを、その授かったものだからより受け入れられてみたいな、そういう、まあ、相互の関係みたいなところかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。あともう一点なんですけど、例えば、こう、僕ら、生活してて、例えば、その、電話機と、なんかその辺から引っ張ってきたシチューとレコード盤で作った扇風機みたいなのは、あまり目にしないですし、街を歩いてても、まあ、アンテナを見て、ああ、アンテナだな、あれ BS のアンテナだな、とか、その辺の、ものとかは、よく見えるんですけど、まあ、そういう写真に上げられていたようなアンテナはなかなか見ないんですよね。で、それはなんていうかこう、もののコード、規範、まあ、メーカーがこういうふうに使ってくれよっていうようなのを、こう、読み替えて作ったっていうものがあると思うんですけど、それは、先進国でも、その見られるケースっていうのは結構あるんじゃないかっていうのは思ってて、ただ生活必需品ではあんま見かけないんですけど、趣味の世界だったら割と多く見られるんじゃそないうですね。っていうのは思います。だから、例えば、車のカスタムとかだったりとか、あるいは、こう、なんて言ったらいいんでしょうかね。例えば僕はいろいろ趣味があるんですけど、そういうメーカーが出してる商品であまりカスタムしちゃいけませんよっていうのを僕はいろいろやったりするんですけど、そういう時、そういうのっていうのは、その、まあ、キューバの実践とはなんかあまり違うなとは思ってるんですけど、結構それは、なんていうか、まあ、僕の感想になっちゃうんですけど、結構類似性が見られるんじゃないかなっていうふうには思っていて、で、それも一つの権威に対する不服従であって、まあ、ただ、これちょっと僕の勝手な考えなんですけど、そういう、なんか趣味の世界でも、そういう権威の不服従みたいなんで、いろいろカスタムをしていたときに、じゃあこの人の、そのカスタムパーツの組み方とかっていうのはすごくいいんだみたいな、そういう新しい、権威みたいなのっていうのも、またそこから生まれてくるっていうのは考えられることなんですかね。っていう、ちょっと二つがまとまってない。ありがとうございます。確かにこの文章もその、メイクジャパンから持ってきているので、そのメーカームーブメントみたいなところからも、この、それ DIY ですよね。その趣味として、人気の DIY のそのメディアとかからもこの実践は注目されているようなので、結構その先進国の住民からしてもその共感しやすいところとしては、そういうその趣味の領域での DIY に接続するっていうのは、そうですね。いろいろと面白い実践がさらに、コラボレーションみたいな感じで生まれていく可能性にもつながっているのかなというふうに思います。で、その実践の中から新しいその権威みたいなものができるっていうのは、それもそうなのかなというふうに思います。この、
アルミのトレイでお盆を作る、あ、お盆を作るじゃないですね。アンテナを作るっていうのも、まあ、その他の素材を使ってもいいんではないかと思うんですけども、これがかなり定番化していたっていうような、技術が、卸売によってはなされていて、なので、そういうその定番化みたいなものが起こるのも、ある意味そういう、何か、もうその、ね、新しい規範みたいなものが、こう、自制的にできていくっていうことの表れなのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは他に質問のある方いらっしゃいますか？はい、では、清水さん、お願いします。ご発表ありがとうございました。とても面白かったです。ありがとうございまちょっとす。内容からは、ちょっとかなり外れてしまうかもしれないというか、ちょっと私が普通に簡単に関心を持ったというか、そのキューバとかがどうなってるんだろうということの質問なんですけど、技術的な不服従とか、その製品に対しての権威をこう無視するっていう、だから言うなれば、その生活のために、そのいろいろなものが持ってるブランドとか、そういうものをこう崩して、なんていうんですかね、自分の生活にこう寄り添ったか、こう沿った形でものをこう作り変えていくっていうことだと思うんですけど、そのなんか、ものに対する権威を見ないっていう姿勢は、その、なんていう、生活必需品とかだけに限定されてるのか、それともなんか、例えば絵を描いたりとか、音楽を作ったりとか、そういうような、こうものに対しても、こうブランド価値とかを見出すのではなくて、共有財として考えているのか、なんかそのあたりはどうなのかなっていう、ちょっとこれは本筋からちょっと外れてしまう質問なんですけど、そのキューバでそうどういうふうに、そのものの権威がどこまでそういうふうに線引きされているのかちょっと興味あったので、もしご存知であったら教えていただきたいです。ありがとうございます。ちょっとそのあたりまでは、ちょっとカバーしきれてないなというのは、ちょっと、そういう現状なんですけども。まあ、そうですね。関連のものとしては、まあ、機械だけじゃなくて、家具であったりとか、それから建築もかなり、独自でやられているみたいなので、建築とかはもしかするとそういう、アート方面へとつながっていって、というような、まあ、流れがあるのかなって、ちょっと憶測になってしまうので、あまり言えないんですけども。まあ、この、オロザさんも結構展示会とかをやっていて、アート系の人でもあるので、そのあたりは、そうですね、接続されているのではないかっていう、ちょっとふんわりとしたお答えにはなってしまうんですけども。ちょっと、今後、調べてみようと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そうですね。あと、一人ぐらいかな。質問のある方いらっしゃれば、お願いします。じゃあ、ごめんなさい。僕からまたもう一つ、ちょっと、お願いできますかね。西条さんの質問にもあったと思うんですけど、例えば先進国のメーカーとかが、そういう改造とかに対してどういうふうな態度を取ってるかっていう、ことに対して、ちょっと僕が思うことなんですけど、例えばさっき僕が言った趣味の範囲、まあカスタムが入ってる 車のカスタムとか、バイクのカスタムとか、ゴルフだとか、まあいろいろあるんですけど、その釣り具だとか。そういうのは、メーカーとしては、
社外品とかでカスタムした場合は、保証対象外っていう形で、まあ、ある種こう、責任逃れといいますか、その一種の権威の不服従に対するなんか権威の放棄みたいなことをするわけなんですよね。でそれはこうまあなんかメーカーの人に聞いたら、その自分でいじったのに文句言われるのがあれだからとかっていうのは言ってるんですけど、はい、まあだから何が言いたいかって言いますと、うん、こうキューバとかこうのそういう、まあ、洗濯機の例だとか電話機の例だとかであまりこうなんていうか、まあ、森本さんもこれからフォローされるっていうことなんですけど、はい、なんかこうメーカーに対してどういう態度、メーカーがそういうのに対してどういう態度を取ってるかっていうのは、そういう、まあ、メーカーの保証対象外にその日本でカスタムとかした場合は、起こりやすいとか、うん、そういうのもまあちょっとなんか一個の事例としてちょっと考えていただければなっていうのは、そうですね、はい、ありがとうございます。いや僕からの、はい、本当些細なコメントですけど、 ありがとうございます。そうですね、結構この、うん、オーサーシップに関してはその、まあ、このメーカーが、整備網を張り巡らせてそれを守るということで、それにこう反抗しようとするとメーカーの整備網からその蹴り出されるという形で、まあ、制裁が与えられるというのが一つの維持機構になっているというのは結構こうありまして、なのでその知的財産権としてはまあグレーゾーンというか、個人の範囲内でやっていることなので、そのまあ極端な話、訴えるとかいうのはまあ難しかったり、それをその、まあそうですね、完成品として売ってしまったりするとまたおかしなことになるかなと思うんですけども、そのノウハウを共有したり、自分でそれを改造するっていう範囲では、まあなんかはっきりとこう違反っていう形にならなくて、こういうグレーな感じで、その、なんていうんですかね。もうそのメーカーから見捨てられるっていう、その、そういう形での制裁の与え方っていうのはかなりあるのかなというふうに思っていて。で、まあそもそもその、アメリカと国交を断絶していて、もうそのアメ社のサポートの受けようがないという状態であったりとか、まああとこれに関してはちょっともっとフォローアップしないといけないんですけども、その知的財産保護の仕組みがどういうふうなやり方をしてたのかということによっても、そのあたりの、なんていうんですかね、この、権威を無視するみたいなことがやりやすい環境というのはやっぱりあったのかなというふうに、はい、思います。ちょっとそうですね、先進国でそれをやるときにどうするかっていうふうになると、やっぱりそういう、保証を見捨てられることを、まあ、覚悟の上で行為するっていうことであったりとか、まあ、それをし続けることで、逆に今度はメーカーの方から、じゃあそれぐらいの許そうかっていうようなもう動きが出てきたりするんじゃないかなっていう、ちょっとそんなようなことを考えると、また面白いかなっていうふうに思っていまして、はい、ちょっとそれは僕自身の興味にもつながるところなので、はい、ありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございます。はい、そしたらですね、お時間になりましたので、発表を終わらせていただきます。はい、そしたら、森本さんで、キューバの DIY 的実践から技術の政治哲学を考えるでした。ありがとうございました。ありがとうございました。